人類が初めて経験した大規模な宇宙空間での戦争が地球連邦政府とジオン公国のものだった。一年戦争と呼ばれるその戦いから7年、アースノイドとスペースノイドとの確執は未だくすぶり、人々の魂も地球の重力から解放されていなかった。くすぶりはやがて豪華へ。それは歴史の必然であったのだろうか。戦いの勝者となった連邦の傲慢は歪みとなって歴史の表面へとにじみ出し、地球圏の平和維持という名のもとに連邦軍エリート部隊ティターンズが結成される。アースノイドのみで構成されたジオン残党狩りを名目とするティターンズの真の目的、それは地球至上主義のもとに行われるスペースノイドの弾圧であった。この愚行に不信感をあらわにしたスペースノイドたちは反連邦組織エウーゴを結成。スペースノイドへの弾圧に武力での対立を示した。反目は反目を呼び、憎悪を呼び起こし、そして血で血を洗う抗争へと発展していく。愚行というにはあまりにも愚かな争い。人類は一年戦争を経てなおも過ちを繰り返す。時に宇宙世紀0087、3月、人類に二度目の闇が降りかかろうとしていた。
ターンズとして最低限の任務は完了させる。エウンの目、無事に出られると思うな。ここでお前を逃がしたらティターンズの面目が立たないんだよ。貴様、ティターンズがどうしたって言うんだよ。ち、手こずらせるな。ティターンズは許せないんだよ。邪魔はさせんぞ。やらせはせんよ。こちらの間合いに入ってきたか。
何？
爆弾もろとも消えてなくなれ。3号機貴様が母さんを。母さん、母さんかい。まだおっぱいが恋しい年頃だったんだな。こいつだけはなぶり殺しにしてやる。遅い。そうやって命をもてあそぶ連中は許してはおけないんだ。落ちろ。そう簡単にやられてやるわけにもいかないんでね。この人殺しが。やってみな。やれるもんならな。これ以上抵抗するのなら容赦はしない。あんな奴らに手間取ってるとはね。チタンズとかって偉そうなだけでさ。自分の設計したマシンを敵機から観察できるとはな。親父はエウーゴのモビルスーツを盗みに来て、お袋が殺されたことも知らないんだ。やはりカミリユ。母さんはチターンズに殺されたんだぞ。小鳥のようにカプセルの中に入ったまま殺されたんだよ。ヒルダが小鳥になるか。聞こえているんでしょ。あいつは。お前は親に銃を向けるのか。一年戦争以前より地球連邦軍の総司令部が置かれ、軍の中枢を担ってきた
南米ジャブロ、幾度となく侵攻の攻撃目標とされながらも決して陥落を許したことのない鉄壁の地である。グリーンノアでのガンダム強奪によってティターンズとの全面抗争に突入した英雄語は、一気に攻勢に出るべくこのジャブローへの侵攻作戦を着々と進めていた。あなたにアーガマのキャプテンをお願いしたい。そうなれば自分は提督のお供ができる。自分に問題はありません。君がテンプテーションなんてシャトル便の船長に回されたのもジャミトフの陰謀みたいなものさ。まあホワイトベース時代の中佐の実績が今のアーガマには必要なのです。自分は2隻も船を沈めてしまった艦長ですよ、クワトロ大佐。私は大尉です、ブライトキャプテン。あ、マーク2のパイロットを紹介します。カミーユビダンです。2年前に講演会でサインをいただいたことがあります。そうか、よく助けてくれた、感謝する。カミーユ、ファー、カミーユ、こんなところにいるなんて。ファーこそシャトルなんかに乗っていたなんて。父さんも母さんもティタンズに捕まっちゃったのよ。なんで捕まったんだ。ガンダムマーク2を盗んだカミーユのお隣だからでしょ。私は逮捕の時家にいなかったから。僕を知っているってだけでそれがティターンズのやり方か。エウーゴの作戦、ティターンズと拮抗する規模にはしたいですね。我々だってティターンズにいつ痛い目に遭うか。自分の妻子も地球に住まわされています。ということはティターンズの人質みたいなものです。ジャブローにはティターンズ創始者ジャミトフハイマンがいると言います。それで地球連邦軍の中央管制センターのジャブローに乗り込むというわけですか。最小限度の艦隊編成は組んだ、補給も続ける手配をしているところだ。その援軍全般の指揮はアーガマのキャプテンブライトノアが取る。了解です。宇宙世紀 0087、 5月11日、ホワイトベースの元艦長ブライトノアをアーガマの新たな艦長に迎えて、戦力をより強固なものとした英雄語はついに最大の降下作戦を開始する。衛星軌道上でのティターンズの強襲に多くの命が大気圏の塵と消え、さらに無事に降下を果たした者たちには休む間もなく激しい戦いが待ち受けていた。果たして戦士たちはこの地に戦いの終結を見出せるのであろうか。Thank you.
許さん。俺がこの手で葬ってやる。必ずな。貴様はライラを殺したな、ガンダム。何？そうやって命をもてあそぶ連中は許してはおけないんだ。落ちろ。貴様、
やらせはせんよ。逃げるなら今のうちだぜ。命を無駄にするなよ。かつての戦争で英雄に語られた人物がいた。アムロ・レイ、最強のニュータイプとして称えられ、短期で戦況を変えたとまで言われるホワイトベース隊のエースパイロットである。だが戦後、ニュータイプの力を恐れた地球連邦軍は彼を北米シャイアンの勤務とし、軍監視下の中、アムロ・レイは幽閉されたままの生活を送っていた。よくも来られたものだ、フラウ小林。カツモ、お腹の赤ちゃんは大丈夫なのか？6ヶ月って
まだ大事にしなくちゃいけないんだろ。もう安定期よ。何にも知らないんだから。あなたも結婚しなさい。そうすれば軍がさせてくれると思うかい。まだセイラさんが好きなんでしょ。うじうじしてんだから。シャイアンに来る若い連中の面倒見るだけで結構忙しくって。アムロさんはなぜジャブロンに行かないんですか。え、父はジャブロンの動きを知ってカラバの一員として支援に向かったんです。それなのになぜあなたはここにいるんです。ハヤトが。しかし僕はカラバという組織のことは知らない。エウーゴのことも報道されている程度のことだ。ならばカラバに参加するとか。アムロさん、僕のように後方にいる者がいなければ君たちは逃げるところさえなかったんだよ。逃げ込んだんじゃありませんよ。母を守るためについてきたんです。あなたはここの生活を手放したくないんでしょ。だから動けないんだ。カツ、いい加減にしなさい。母さんは黙っていてよ。ここの生活は地獄だよ。アムロさん、子供の僕にこうまで言われて平気なんですか。連邦政府の監視は緩んでいます。軍だってあなたが思っているほど甘くはないのよ。地球連邦軍が浮き足立っているからティターンズの言いなりになるんじゃないんですか。僕は一年戦争で十分に戦った。でもあなたはまだ若いんです。ニュータイプは危険分子としてここに閉じ込められているんだぞ。分かっていますよ。なら僕が動けないのは分かるだろう。母にとってアムロさんはヒーローだったんです。かつヒーローならこの地下にモビルスーツが隠してあるとぐらい言ってください。カツ、おやめなさい。だってごめんなさいね。いや、私アムロともっと一緒にいたかったな。ごめんなさいね、生意気な子供ばかりで。戦地から離れ戦意を失ってしまった彼の心に再び勇気の火を灯したのはかつての仲間たちとの再会であった。戦う決意をしたアムロはカツと共にカラバとの合流を目指し軍の監視から脱出を果たす。この決意の先、目指すカラバのアウド村では思わぬ再会が彼を待ち受けているのだった。
まだこのようなところでやられるわけにはいかんのだ。その程度ではな。捕らえきれるか。この感じ、敵意を出しすぎている。この、落ちろ。落とせるのかい、この私を。とどめを受けろ。アムロ、確かシャーと言ったな。俺はアムロ、間違いない、アムロレイだ。シャーか。クワトロバジーナじゃないんだ。それに一年戦争時のシャーのライバル、アムロレイだ。シャー、
エウーゴはコロニーを落として地球の人々を根絶やしにするつもりなんだ。絶対にシャトルを打ち上げさせるものか。人は同じ過ちを繰り返す。まったく。そうやって命をもてあそぶ連中は許してはおけないんだ。好きにさせるか。
私の邪魔ばかりして。宇宙人どもめ、ここで終わりにしてやる。俺の目からは逃げられんぞ。